れるお題をジェスチャーだけで表現して1分間でいくつ正解を出してもらえるか競い合うよ。パスは2回まで OK だよ。ヒラメが出たら糸丸は強いよね。誰？よく知ってるね、よく知ってる。誰？僕はコバスケ。今日はよろしくね。よろしく。よろしく。コバスケが来てくれた。頑張る。自信はある？もち一番優勝目指して頑張ります。おー、じゃあ期待してるプクよ。プク？何今のかわちいの？プクは僕が今ハマってるの。プク。それじゃあ糸丸は立ち位置について。はい、頑張ります。プク。それじゃあ準備はいい？いいよ。ジェスチャーをする人は声を出しちゃダメプクよ。ではよーいスタート。 OK。 海藻、わかめ、わあ、え、昆布。海藻じゃないのかな。パスパスパス。あ、クジラ。正解。は？ペンギン。イカ？あ、違う。パス。2回までだっけ？あ、やばい。イルカ。正解。ね、横から飛んでる。あと10秒だよ。ちょっと待って。ウニ。正解。大の字。あ、終了。正解。やば。え、結構いったんじゃないこれ。コマスケ見てた？見てたよ。ありがとう。ドマルの正解数は4点でした。4点。これすごいプクよ。すごいプクよ。すごいプク。バカコーチング。リカちゃんが出題者だよ。ではよーいスタート。クラゲ、ワカメ、あ、イカ、ヤコさんなんて言った？タコ。合ってる。やった。正解。正解。なんかね、この、リカちゃん頑張って。早い。パフ。カニ、カニ、カニ。正解。ピボンピボン。さ、魚。ヤコさん答えて。ヤコさん。ヒラメじゃない。エビ。正解。やった。すごい。クラゲ。正解。あと10秒。パス。むず。終了。リッカちゃんの正解数は4点でした。わあ、同点か。リッカちゃんよかったね。ちょっと糸丸といい勝負してたね。おめでとう。しょうがない、私と同じレベルだと認めてあげようじゃないか。5 エラーウォッチング。2つの絵を見比べて間違いを探していってね。おいおい。間違いは全部で5、5つだよ。みんな準備はいいかな。OK。 スタート。どうかな、左右の違いみんなわかるかな。はい、リカちゃん、とマンボウの色。お、マンボウの色？うん。ピンポンピンポンピンポン。おー、早い。カホちゃんは何ですか？はい、カホちゃん。矢印の向きが違う。お、ピンポンピンポンピンポン。みんな早い。ちょっと待って。はい。お、はい、じゃあヤッコさん。はい。タコの墨の色が白い。おー。お、ピンポンピンポンピンポン。はい。じゃあリカちゃん。なんで？なんで？クラゲ。あれ？ん？あ、クラゲが向き逆さま。せ
イスアメージング。サメージング。はい。はい。はい、やっこさん。カニの上の魚がいたりいなかったりです。ピンポン。正解です。あれ、伊藤丸はダメだね。違くない。今手挙げてたんだけど、だ、ね、気づいてたかな。これで全部で揃ったよ。あれ早いね。難しかった？難しくなかったよ。簡単だけど。違うの、確かに見つけられなかったかもしれないけど、違う の、当ててくれなかったの、小葉吉が。うん、だからね、ほら、簡単かもしれないけど簡単じゃなかったよね。小葉吉、何？が言えば簡単だった。そうね、小葉吉が悪いもんね。そっか、僕が悪いのか。そうだよ。じゃあ次はもっと難しい問題用意するからね。やめてよ。次こそ私一番に見つけるわ。じゃあ頑張ってね。頑張る。ふくわいウォッチング。今回はワクワクウォッチングオリジナルの小葉吉ふく笑いを作ったから、みんなで遊んでみようね。小葉笑いね。そこにあるのが完成図だよ。あ、これが今この状態が。それを一回バラバラにして、糸丸が持って、私が1枚ずつ渡していってね。オッケー。かほちゃん、アイマスクをしてね。でん、見てかすごい美少女だよ。それじゃあ準備はいいかな。よーい、スタート。じゃあ簡単なところからいこうよ。うん、小判が一番簡単じゃない？まあこっちか。あ、そうそう。じゃあこれ、小葉吉の小判。もうちょっと上。じゃあこの辺で完璧。いいね。じゃあ次は、これは左足。おーなの？うん。意地悪しちゃダメだよ、めめ。みんな教えてあげてね。まあそんくらいなんじゃない？うんうんうん。いい感じだね。じゃあこれは逆に右足。おー。あ、もう少し左。そっち。はい、オッケーか。これでとりあえずじゃ、まあ、オッケーでしょ。オッケーとして、じゃ次行ってみよう。オッケー。次は右手。まあいいんじゃない。あ、いいね、いいね。いい感じかな。こんな感じ。じゃあ次、左手です。逆の手。左手ってどんくらいから生えてんだろう。そうだよね、奥に見えてるからね。そうだね。でももう少し左じゃないかな。そうだね。真剣だね。あ、オッケー、いい感じじゃん。次は背びれ。おいいね。見えてないよね。じゃあこっちが尾びれ。見えちゃったら面白くないよ。あ、ちょっとひっくり返っちゃってるね。あ、チューした。チューし、あの一応小葉吉の足りない部分だから、返してあげよう。そう、返してあげよう。愛を込めてくれたんだよ。なるほどね。もっと左だよ。もう足の隣ぐらい左。足見えてないからさ。今見えてないんだ。あ、いいね、いいね。いいんじゃない？いい感じかな。じゃあ次は左目。左目。そう、これちょっと難しいよ。あ、また愛を込めてる。愛を込めてくれた。そう。あ、すんごい。いやでもさ、まあ、これ出来上がりを楽しむゲームだから、そんなに誘導しちゃいけない。誘導しちゃいけない。そっか。あの位置だけ教えてあげようね。うん。おお、眠そうだね。確かに。これ右、あ、今ね、右目渡した。じゃあ最後にね、口。あ、いいぞ。あ、いいんじゃない。いいね。あ、かわいい。でもこれで完成じゃない？これでかわいい。じゃあかほちゃん、アイマスクを外してみて。はい。かわいい。かわいいね。かわいい。
かわいい。ちょっと眠そうだよね。ね、かわいい。すごい気になるんだけどさ、手の上から目生えてた。あ、本当だ。すごい。コバ吉的にはさ、これ何点ぐらい？100点満点中、82点。お、高得点。結構いいね。すごいよ。ね、なんかさ、この原型をとどめつつも、オリジナルの表情、オリジナルの角度で置いてくれたからさ、そうだね、なかなか味のあるコバ吉ができちゃう。目と口の、ね、置き方こんな風に変えるだけでこんなに表情が変わるんだね。確かに。かわいい。かわいいってコバ吉。ありがとう。じゃあ次はどんな福払いの結果になるのかな。これちょっと楽しみだね。ね、うん、次誰からやろうね。みんなワクワクウォッチングを見てくれてありがとう。また次回に会おうね。冷めない。